皆さん、こんにちは。この動画では、小学生でもわかるように、お金と幸せを生み出す法則をお教えします。お金持ちと幸せになる指南書として、古代バビロンから現代まで伝えられている、バビロン大富豪の教えという本から、お金と幸せを生み出す法則をお伝えします。この動画を最後まで見てくれた方は、お金と幸せに、と近づくでしょう。ぜひ最後までご覧ください。バビロン大富豪の教えという本は90年以上も前に書かれたお金の名著で、古代のバビロンという都市で暮らす人たちのお話です。バビロンはとても豊かな都市でしたが、その中には貧しい人やお金に困っている人もたくさんいました。そんな人たちにバビロンの大富豪が教えてくれたのが、お金と幸せを生み出す5つの黄金法則です。この法則を守れば誰でもお金持ちになれるというのです。ではその5つの黄金法則とは何でしょうか。それでは一緒に見ていきましょう。黄金法則その1、収入の10分の1を貯金せよ。これはとてもシンプルな法則ですが、とても大切です。毎月もらうお小遣いや給料の10分の1を貯金することです。例えば1000円もらったら100円を貯金箱に入れることです。最初は少なく感じるかもしれませんが、毎月コツコツと貯め続ければ1年で1200円、10年で1万2000円になります。そしてその貯金したお金を使って、さらにお金を増やす方法を学ぶことができます。貯金することで自分のお金に対する意識や管理能力も高まります。貯金はお金持ちになるための第一歩です。黄金法則その2、欲望に優先順位をつけよ。人間には欲望があります。食べたいものや欲しいものがたくさんあります。でもそれらを全部手に入れることはできません。だから欲望に優先順位をつけることが大切です。優先順位をつけるということは、自分にとって本当に必要なものは何かと考えることです。例えばゲームやお菓子やおもちゃは楽しいですが、それらは必要なものではありません。本当に必要なものは食べ物や服や本などです。そして必要なものでも高級品や新品である必要はありません。安くても十分なものを選ぶことです。欲望に優先順位をつけることで無駄な出費を減らし、貯金したお金を有効に使うことができます。黄金法則その3、蓄えたお金を働かせよ。貯金したお金はただ眠らせておくだけでは意味がありません。貯金したお金を働かせることで、さらにお金を増やすことができます。働かせるということは、資産と呼ばれるものを買うことです。資産とは、それを持っているだけでお金が生まれて増えるもののことです。例えば株や不動産や事業などです。これらの資産は配当や家賃や利益などの形で定期的にお金を生み出してくれます。これを収入と呼びます。収入があれば生活費や貯金に回すことができます。そしてさらに資産を買うことで収入を増やすことができます。これを繰り返すことでお金は雪だるま式に増えていきます。お金を働かせることで自分の時間や労力に依存しないお金持ちになることができます。黄金法則その4、危険や天敵からお金を検視せよ。お金を貯めたり増やしたりすることは大切ですが、それだけでは十分ではありません。お金は危険や天敵から守る必要があります。危険や天敵とはお金を奪うもののことです。例えば詐欺や盗難や災害などです。これらの危険に備えるためには以下のような対策をすることが大切です。詐欺には気をつける。怪しい話や甘い話には乗らない。信頼できる人や専門家に相談する。盗難には気をつける。貴重品は持ち歩かない。鍵や暗証番号はしっかり管理する。災害には気をつける。火事や水害などのリスクを考える。
ことで、せっかく貯めたり増やしたりしたお金を失わないようにしましょう。黄金法則、その後、より良きところに住め、住む場所は、ただ安くて広ければいい、というものではありません。住む場所は、あなたの人生に大きな影響を与えます。住む場所から受ける影響は、以下のようなものです。環境、自然や空気や水などの環境が良ければ、健康や気分も良くなります。人間関係、近所や学校や職場などの人間関係が良ければ、心も豊かになります。機会、文化や教育やビジネスなどの機会が多ければ、知識やスキルも向上します。より良きところに住むことで、あなたの人生の質も向上します。そして、それがあなたのお金への意識や能力も高めることにつながります。より良きところに住むためには、自分の目標や夢や価値観に合った場所を探すことです。以上が、バビロン大富豪の教えから学ぶお金と幸せを生み出す法則です。難しくなく、当たり前のようなことですね。法則を守れば、お金と幸せが訪れます。古代からの伝えは、今も昔も変わらずに、お金持ちの教えになっています。皆さんが、たくさんのお金と幸せに包まれるように、願っています。この動画が役に立ったら、チャンネル登録や高評価をお願いします。それではまた。